エレストディオはコミックス,ストディオで知られる株式会社セルシスによって開発されたペイントソフトである。略称はイラスタ。一般発売に先立ってワコム製ペンタブレットインテヨス4購入ユーザーに無償提供され、ダウンロード版は2009年4月24日、パッケージ版は2009年5月29日に発売された。ダウンロード版は2010年5月11日をもって、 販売終了となっている。また、1年間使用できるエレストディオ12ヶ月ライセンスも発売されている。クリップではエレストディオのレンタルも行われている。発売後もユーザーからの要望を取り入れて活発に機能追加が行われており、不定期に公開されているアップデータを適用することで新機能を利用することができる。また、正式リリース前に新機能を使用できる。 先行プレビュー版も公開されている。作画支援ソフトのポーズスタジオで作成した 3D モデルのポーズをエレストディオで読み込むことで主体として作画の参考にすることができる。ピキシーフのプレミアム会員向けにエレストディオ4、ピキシーフが月線ピキシーフポイントで提供されている。このエレストディオにはピキシーフへの画像アップロード機能が付加されている。 エレストディオーピキシーフの新規申し込みは2015年6月30日に終了予定。申し込み済みのユーザーも2015年12月23日をもって提供終了する。クリップスタジオペイントにその機能を引き継ぎ2015年6月30日に販売終了予定。セルシスでは MacOS 専用のイラスト制作ツール。 クリップペイントラボが開発中であると発表されていたが2011年5月19日に独自開発の新エンジン、トリグラフエンジンを採用した Windows Mac OS X の両方に対応したクリップペイントラボバージョン0.6を公開した64ビトスやマルチコア CPU にも対応しているがあくまで試験的なソフトウェアであり使用期限も設定されていた現時点で クリップペイントラボーとエレストリオとの関係性は不明。2011年12月6日、クリップペイントラボー新製品のペイントツールクリップ、スタジオとして2012年春に発売されることが発表された。2012年4月25日、クリップスタジオをクリップスタジオペイントプロの名称で2012年5月31日より販売されることが発表された。また、 上位グレード版のクリップスタジオペイント EX は2013年2月1日に発売した。なお、2013年10月31日まで既存のエレストディオユーザーは申請をすることでダウンロード版のクリップスタジオペイントプロを無償で購入できる措置が取られた。14年間ありがとう。コミックストディオ、エレストディオ販売終了のお知らせ。セルシス。 2015年5月17日閲覧。ありがとうございます。